アタ山より撮影した、江戸のパノラマ。アタ山の東一帯は、アタの下と呼ばれていた。奥の広い緑地が、現在の浜離宮温指定園で、その右には、江戸湾を望むことができた。築地本願寺、台場なども見える。アタ山の東京放送局。昭和初期 NHK 放送博物館、歌川広重の芝アタ山。 千八百五十七年、正月に行われる、怖い意識と、あたご山からの長望を描いたもの。正月飾りの大媒、昆布、三手倉のついたザルをかぶった、美写門の使いが手に昆棒としゃもじを持って、門をくぐるところ。あたご山は、東京都港区あたごにある丘陵である。一帯のあたご神社境内には、三等三角点があり、二十五点七メートルの、 標高が記録されている。天然の山としては東京23区内最高峰。アタゴ山は自然形成によって成立したものであると地質学的に入り一生されているが周辺の低地との兼ね合いから形成のメカニズムははっきりしていない。江戸時代からアタゴ山は信仰と山頂からの江戸市街の景観の素晴らしさで有名な場所であった。 鉄道昇華の第一番にも、あたごの山と歌われている。山上にある、あたご神社は、元は1603年に、これから建設される、江戸の防火のために、徳川家康の命で祀られた神社であったが、天下取りの神、勝利の神としても知られ、各藩の者たちは地元へ、祭人の文霊を持ち帰り各地で、あたご神社を祀った。桜田門外の変で、 いい直介を襲った水戸藩の老子たちもここで成功を祈願してから江戸城へ向かったとされる。また、NHK の前身の一つである社団法人東京放送局は、このあたご山に放送局を置き、1925年7月の本放送から1938年の NHK 東京放送会館への移行まで、このあたご山から発信された。 太平洋戦争敗戦直後の1945年8月17日、降伏に反対する村上同士会の会員らが山に籠城、全国に決起を呼びかけたが失敗に終わった。戦後、1950年2月1日から VHF3CH で NHK テレビの試験放送電波を送信開始、1952年12月5日に、 サービス放送を開始。1953年2月1日に本放送が開始され、1958年12月23日まで NHK 東京テレビの送信書として使われた。現在は周囲に高層ビルが林立したため、かつてのような見晴らしはなくなったが、大木などによる緑の豊かさは変わらない。歴史ある総当州青少寺、あたご神社。 NHK 放送博物館と、それらを取り囲む、超高層ビル群が、同時に存在する、現在の東京を象徴する風景を見せている。あたご山のあたごとあたご山は、標高26メートル。武蔵野大地末端の昇級。山上に、あたご神社があり、正面の男坂は高、公団、浪曲の、官営三馬術の舞台で知られる。明治5年。 山下の海岸に鉄道が通り、鉄道昇華の第一番で、あたごの山と歌われた。22年、旅館と西洋料理屋を兼ねた、あたご館が完成し、その隣にレンガ造り、八角形、五階建てのあたご塔が建てられた。塔には望遠鏡が設置され、東京の街中の眺めを堪能できた。東京あたご塔、東蘭献金4000と書かれた。 盗乱券が書き写されている。清水清風著東京名物百人一首明治40年8月、あたごさんのあたごとより抜粋現在でも、男坂の急な石段は、出世の石段と呼ばれている。これは、江戸時代の1634年2月25日、徳川秀忠の三回期として、増上寺参拝の帰り、徳川家光が、 山上にある梅が咲いているのを見て、梅の枝を馬で取ってくる者はいないかといったところ、さぬき丸亀藩の家臣が、見事馬で石段を駆け上がって、枝を取ってくることに成功し、その者は、馬術の名人として全国にその名を轟かせた、という逸話から来ている。一行、出世の石段を馬で登った、成功例は、今までに三例存在する。一例目は、仙台藩で、 馬術指南役を務め、廃藩語曲馬士をしていた、石川清芝で、死の死のへ三帝が挑み、果たせなかった、出世の石段当庁を1882年に、自らが成功させ、これにより石川家は、徳川義信より、葵の門の使用を許された。二例目は、参謀本部馬帝の岩木敏夫で、1925年11月8日、相馬、 平らの引退記念として挑戦し、監修が見守る、中成功させた。上りは1分ほどで駆け上がったが、下りは45分を要した。この模様は、山頂の東京放送局によって中継され、昭和天皇の耳にも入り、結局平らは、陸軍騎兵学校の昇降用場として使われ、続けることとなった。三例目は、馬術のスタントマン。 渡辺隆柴である。1982年、日本テレビの特別番組、史実に、朝鮮において、安全網や命綱、保護棒などの安全策を施した上で32秒で、登頂した。ありがとうございます。